1番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。1番乗り場に列車が参ります。危ないですからご注意ください。1番乗り場ご注意ください。1番乗り場には14時9分発内側山陰海岸ジオライナー鳥取行きが到着いたします。黄色い線よりホームの内側に下がってお待ちください。快速山陰海岸ジオライナー鳥取行きの到着です。快速列車でございます。止まります駅にご注意ください。停車駅は城崎温泉、竹野、霞、余部、浜坂、岩見、終点の鳥取でございます。乗車券だけでご利用いただけます。どうぞお気軽にご利用ください。この列車快速山陰海岸ジオライナーの鳥取行きでございます。なお霞までお急ぎのお客様は4番乗り場の普通列車霞行きが先の到着となります。Thank you.
きだし、東陽線と到着時刻を案内いたします。次は清崎温泉です。10時25分に到着いたします。かけの10時42分かすみ15時3分、あまふべ15時13分、あまふか15時29分、いわび15時48分、終点鳥取16時9分、終点鳥取には16時9分に到着いたします。ロコ列車とは自動では開きません。応用際はドア横のボタンを押してお守りください。お手洗いは1号車の前寄りにございます。この列車は全車禁煙です。またはご案内ください。携帯電話のご使用についてお願いいたします。優先の席付近では携帯電話の電源を切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定を確認するのはご遠慮くださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。近く持ち込み禁止についてお知らせいたします。駅オープンチャーへの見物の持ち込みは禁止されております。持ち主さんから内心な様子がありましたら車掌までお知らせください。車内で迷惑行為に遭われたり呼吸されましたお客様、金切り病院がいらっしゃいましたら速やかに情報にお知らせください。車掌は JR 西日本と新山です。終点鳥取までご案内します。ご用意の車を気をつけお寄せください。次は広崎温泉、次は広崎温泉です。
場所で3分ほど待ってください。